本当は違うこと、つまり自分たちの天下りポジションとか派遣費をもっと欲しいとか違う理由でその悲劇的なストーリーを作ってるんじゃないのというふうに感じられるような世の中が私は21世紀になってるんだと思います。さっきの不権主義に対する反論ですが、ですから逆に言うと私たちは今求められているシステム分析、システム農学をやってるんですが、よりよく当たるモデルを作っていくのが今かなりもう使命になってきてて、当たらなくてもそこそこ悲劇的な、いつも悲観論、農水省は悲観論を出すことになっているんですが、それが私たちの使命だというのでは、なかなかもう現在の日本もなんとかな、パッシュードできない、説得することができない世の中に入ってきているんだと思います。で、私はそういう現状認識に立っているので、よりよく当たるモデルを作るべきだというふうに考えています。当たらないモデルでも、それから、日本はこのパーツパーツにその分野がくっついてるので、経済学とかで、システム農学は非常にいい学会なんでみんな仲良くやりますが、普通日本人というのは他の派閥の人たちと仲良くするってことができないんで、場の雰囲気で全てを決めてくる国民ですから、なんかみんなが会った時で一番長老みたいなのが議長になって、それぞれの立場をおもんぱかってこうモデルにはめ込んでいくと。だいたい役所のプロジェクトはみんなそうなんですが、そうやってみんなの顔を立てると最終的には何が重要なのかわからないんで、それをコンピューターに入れてどっかに解きなさいって言うと何が何だかわからない結果が出てくるんですね。それでもいいと、みんなの顔が立ったんだからなるべく熱い報告書にして誰も読まないようにしとけばいいんだっていうのが、だいたい官庁の報告書でこんな熱いの出してきますよね。何々に関する総合研究とか書いたんで、だいたいその点の研究で、要するに全部で農水の関連500研究室くらい集めたなんていうレポート過去の読んでみると、じゃあ大体何言ってるのか分かんないレポートができちゃうと。です、私はそこにシステム分析の今までの日本の、特に日本のシステム分析は問題があったんだと思っています。で、システムの肝はどこにあるのか、肝っていう中心はどこにあるのかっていうのを使うのは、私はこの手 のシステム農学、要するにみんな仲良く全体像を見ようという時には一番重要なキープフレーズであり、それからここ30年間くらいほとんど考えられることがなかったキーワードだと思います。私はここの専門家だからここが重要だと思うと、いや私はここの専門家だからここが重要だと思うっていうので、一体例えばインドという総合的なテーマがあった時にそれをどう考えるかっていうことではないんですね。私の武器はこれだからこれをやるんだということ で最終的には私の武器のところにたくさんのポストとたくさんの研究費が落ちてくるような結論にしようと思ってやるんで、支離滅裂になったんだと思います。これは外れた原因だと思います。でこの辺が、ちょっとベラン名著になりましたが、私の現在 の問題意識とどこにそのパーパスを持っていかなきゃならないかということです。でもう少し具体的にインドのことを話したいと思います。でこれは今インドネシアのことも私はそうだと思うんですが、アジアを見る目、アフリカを見る目はちょっと違うんですが、インド、アジアを見る目は、これは極めて環境問題では重要なフレーズになってきます。私たちはアジアの環境問題を考えるときに、これもステレオタイプ的に人口が爆発して地球環境は大変だと1989年に農水省に入ったときに言われた地球環境問題のフレーズが染み込んでるんですか、20年間。ところがアジアは今極めて速いスピードで変わってます。でそれは、例えばインドの人口ですが、これは UN の予測で、黒いところが中緯水系って一番最もらしいと、赤が高い方、それから ブルーがそのあんまり伸びない方っていう風になってるんですが、インドの人口は今11億8000万人、もう12億人近くて、かなりのところまで来てて、そのうちインドを抜くよと、中国を抜くよと、ここまではみんな知ってることなんですね。でもインドの人口ってどうなるのっていうと、いまだにやっぱり一応 UN を尊敬しなきゃいけないっていうのがあるんで、この中緯推計でいろんな推計をするんですが、私は現在の、ちょっとインド研究も今やってるんですが、感覚だとだいぶその中緯推計を使って云々をすると、またまた悲観的な妙なストーリーを作っちゃって、20年経つと笑われるストーリー、要するに私たちが1990年代になって今になってみるとまるで外れてるストーリーっていうのを作っちゃって、その頃自分ももうリタイアしてるし、みんな覚えてねえだろうって言ってやるのは構いませんが、そうやってるとだんだんこの分野っていうのはみんなから腹の中でせせら笑われて寂れていくと思います。やはり当たる予測をしなければいけないんで、これ重要なことなんですけど、急速な勢いで私はインドの合計特殊出生率が下がっている社会、これは言うまでもなく一人の女性が何人子供を産むかっていうんですが、で
右の方に日本と中国とインドの話を書きましたが、極めて速いスピードで中国は下がりました。日本は、まあ、そういう意味では中国インドとは比較にならないくらい1960年代でも合計特殊出生率、まあ、段階のジェネレーションのところでちょっと高いんですが、私が1953年生まれだからここに入ってないんですが、私のところではもう合計特殊出生率3とかそんなもんです。下がっててずっと下がってくると。で、実はこれインドと中国の合計特殊出生率の右に書いてあるのっていうのは何かっていうと、国連が使っている、中位推計の合計特殊出生率です。そうするとこれ見るとね、すごくおかしいんですよ。国連の中位推計だと日本はこれからどん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 合計特殊出生率が上がっていって、2050年くらいには 1.85 くらいになると。でその時になると中国とインドもまあ大体そこだよねと。中国は今ちょっと若干下がりすぎてるんだけど、これから上がってくるっていう予測の中で国連の中位推計ができています。でここまで見てみると、なんとなくこれがおかしいっていうのが気がつくと思います。もちろんもう高位推計になるなんていうのは今言ってる人もいないんですけど、この例を見ると日本の合計特殊出生率が、これからどんどん上がっていくというふうに考えるのは、まあ、厚生労働省の官僚が無理に作文すればそうなるのかもしれないけど、普通の神経ではなかなか信じられないわけで、もちろん一応割って下がるとも思わないけれども、まあ、今 1.3 くらいのところで、まあそうは言ったってその辺だよねというのが常識的な予測だとすると、 UN の中位推計は実はアジアについてなんかはかなり合計特殊出生率を高め、日本なんかは回復する、中国は横ばいから若干回復、インドについては伸び方、落ち方が非常に緩やかだというふうに予測しています。でこの辺も彼らはよく分かんないからっていうのが UN、さっきあなたが言ってきたって言ってたけど、もう少し本音を聞くと彼らも役人なんで、あんまり伸びないって言っちゃうと仕事なくなるよねっていうようなところが私は若干あるんだと思います。その感じもで若干高めに特にアジアについては言ってて、現実のインドは現在の経済成長が続くとすると、ちょっとそこにも乱暴な文章を書いたんですが、今読んでみてひでえなと思って見てるんですが、起こってる現象はおしんの時代だったそこにあった農村社会が急速に変わっています。それはインドの先生と一緒に言ってるんで、もはやインドに正確な意味で農民はいなくなってます。現在の段階でインドの農民を助けようなんていうのは、まあ、よく現状が分かってない人の意見で、インドの農民というのはもうおじいちゃんおばあちゃんです。で若い人たちはもうどんどん働きに来て、おそらく日本の昭和30年代から昭和40年代の現象が極めて顕著に起きています。でもう本当に農業だけで食っていこうと思ったら極貧になってしまうし、まあ、中にはそういう人もいますけど、ほとんどの人が特に若いジェネレーションは何らかの形で外に出てきたがると。で結局農業をやってる人はもちろんいるんですけど、おじいちゃんおばあちゃんという現象になってくるし、そこでもう一つ向こうにくっついてたんですが、私たちがインドを言う時に必ず出てきたカーストというのがあって、でカーストのことも、まあ、インド研究の先生たちに聞くけど、公式には否定されているけど現存としてあるんだと。ただ都市地域では私たちが都市で、まあ、ちょっと日本ですと童話の問題なんかがほとんど感じられなくなったように、それと同じような傾向は非常に強く動いているんだということがあって、でそのカーストの中から女性が非常に強い勢いで、やはりアジアの近代っていうのは男性が威張ってる社会から女性に裏切られる社会に動いてるっていう思いはほぼ間違いないんだって。インドでも全くそうで、ついこの前まで売買婚、今でも売買婚的な色彩が強いんですが、それもかなり薄れてきていると。特に女性がかなり高学歴になって都市で働いてきた場合は、売買婚的な雰囲気はかなりもうなくなっていくんだと。それからカーストの縛りというのもかなり薄くなって、それでもあるんだと言ってますが、なっていると。それが2010年の状況で、それが進むにつれてものすごい勢いでやはり都市地域を中心に、私たちの見ている日本と同じです。女性はなかなか結婚しない、男性から見るとなかなか結婚できないという状況がインドでも生まれている、ま、いるというのは確かです。で私はこのこっち UN のインドの合計出生率がどうなるかっていうんですが、私はどうも中位推計でいくと考えるよりも下位推計、または下位推計と中位推計の間くらいに行くのが正しいんではないかな。そのくらいの予測をして、次のインドの食料事情がどうなるかっていう予測をしてないと、また20年くらい経った時になんであんなこと言ってたのかって言われることになるだろうなというふうに強く思っています。もう少し
それでも私はインドが今言ったストーリーは、インドは私たちと同じように近代化のメカニズムも入ってくる、つまり私たちとホモジーニアスな社会だということについて今述べたんですが、もう一つやはりインドを見る目ということについて言うと極めて特殊な社会だと思います。でこれ一人当たりの動物性タンパク質の摂取量です。これ肉に換算しました。日本はたくさん魚を食べてる、それからインド人は必ずこの肉の問題を言うとインドのこと知ってる人が牛乳飲むじゃないかって言われるんで、牛乳も動物性タンパクとして全部換算して肉換算にしてあります。でこれを見るとやはり、まあ、横軸が時間ですが、インドは動物性タンパク質の消費量が伸びないんですね。で中国は、まあ、これをちょっと2003年くらいで切れちゃってるんで、もう少し伸ばすとかなり日本には近く今なってきてますが、まあ、農村部が貧しいということもあって日本までは私は現在も出してないと思うんですが、インドはそれに対して経済が成長しても動物センターパーク、もちろん牛乳は多少飲むようになるんですが伸びないというので、そういう意味ではインドはアジアの中でもかなり特殊な社会だというふうに思っています。でカーストというのもなくなっては来ているけれどもかなり強いと。で中国については、まあ、一応作った国が今かなり妙な国になっていると思っているんですが、作った時がやはり共産主義の国を作ったんで、差別意識、女性に対する差別意識とか、まあ、ブラック民というのが中国にあったかどうかは知りませんが、その差別意識というのはかなり改善されたんですね。ただ前ちょっと本でも書いたんですが、農民戸籍というのだけが残っているというようなところがあるんですが、インドはそれに比べると随分変わった社会だと思っています。で時間がないんで少しその辺の話はやめますが、今インドの話をちょっと例と出したんですが、私たちは今まあ、システム農学というかこういう全いろんなことを見ながらものをシステムとして考えていこうというところで、今私たちがかなり突きつけられている課題というのは、単眼的予測というのは自分の分野から見たときこうなるんだと、他の分野と人たちとは仲良くして握手して行くんだというような感じで、それが寄せ集めると総合研究になるんだという今まで散々失敗してきた、それを単眼的予測というんですが、どっかに目を向いてと、そうではなくてやっぱり研究者自身がかなり複眼的な立場に立って、みんなが集まるから総合研究になるんじゃなくて、一人の人がかなり多方面の分野を一人で見ない限り、つまり特に日本人なんで自分の心の中でシステムを組んでいかない限り、なかなか複眼的予測になっていかないんだろうと。で特に、過去なぜが失敗したかというと、要素間の相互作用というのはすごく読めなかったんですね。だからこれちょっと妙な抽象的な話になってますが、自分の分野だけ見てるんで、ランドサットで見てるとこういうふうに農地が広がっていくよっていうのは見えるんですが、それを動かしているドライビングホースというのは何なんだろうっていうところになかなか思いがいかなかったんで、そこの辺からこっちに動いていくんならこっちに動いていくよみたいな予測になってたんですが、そこのところにやはりなんていうかな、もう少しこの要素って他の要素とどういう関係にあったんだろうってことをシステム農学本来の意味に立ち返って考える必要は私はあると思っています。で、実は人間って書いたんですが、これ要するに市場ですね。今まで過去20年間のことを見ると、人間っていうのは金に対して極めて汚い動物で、要するに市場に対して極めて市場はそれに対して時々ミスはしますけれども、こと食料くらいに関してだと極めて鋭敏に反応しています。食料価格が反応するとさっきベトナムでたくさん作ってるっていう